必ず君を人間にしてあげるよ。必ず。仲間などこの世には存在しない。暴力と殺戮が聖なる力なの。そんな戦う力こそ我らが生きる証。戦う力なんていらない。暴力を捨てるのが、仲間を作るのが、私には聖なる力だもん。面白い。ならば見せてもらおうか、お前の聖なる力を。パールパティ、お前と私の聖なる力、どちらが勝つか。愚か者を全て滅ぼしてくれるわ。海安湾は封じられたものの、サンジアン一族はあの少女パールバティを残し滅び去った。そして今、
闇に生を受けし者たちよ、我が王、そして我々闇に住む者の王、カイアンワンの復活は近い。皆の者、カイアンワンの名において命ずる。カイアンワン様が目覚められた後、世界を我々のものにせんがため、進行の準備を始めよ。そして、我らが王を封じたサンジアンの生き残り、ガールバティを見つけ、生け捕りにせよ。さすれば、ベナレス様、サンジアンの生き残りをチベットにて見つけましてございます。ガールバティを見つけたのか。はあ、しかし、その、取り逃がし。愉快だ。消えろ！うわぁ！カイアンワン復活は近い。地上界進出の準備をせよ。そして何としても、あの娘サンジアンを探し出すのだ。さすれば王が永遠の命を与えるであろう。我が言葉はカイアンワンの言葉なり。行け！はっ！やべえ、遅刻だ。大丈夫か？それより君こそ。あのさ、言っとくけど、俺オカマじゃないからね。はい。俺が小さい頃、おふくろが家出して、4年前には民族学者の親父がチベットで遭難。なんかすんげえ不幸だろ。しょうがねえから俺、いい金になるバイトしてるわけだ。わかる？うん、わかる。学術的なお話ね。ヤックモちゃん、どうしたのその子。あんた、女の子苦手じゃなかった？まあ、それは…ヤクモ！え？富士ヤクモ、富士教授の息子のヤクモ、このヤクモ。なんだ？バカ野郎、女泣かすんじゃないよ。ママ助けてよ、何がなんだか知らねえよ。それより一体何をなくしたんだい？
雲ちゃんのお父さんって教授だったんだ。お袋や俺をほっぽり出して妖怪ばっかり追いかけてた民族学者とは名ばかりの道楽親父ですよ。前略、元気でやってるかやく、連絡を取らずにいてすまん。父さんは今チベットから昆明に向かう途中だが、残念なことに父さんはここでこの世を去ることになりそうだ。彼女の名前はパイ。彼女が私を助け解放してくれたのだ。そして何より彼女こそ父さんが長年追い続けてきた不老不死の術を使う幻の民サンジアン運からの生き残りなのだ。彼女はもう300年以上も生きているという。教授、私も人間になりたい。ああ、必ず人間にしてあげる。そう、その昔人間に憧れ人化の術を発見した彼らは短い命しか持たない人間となり天寿を全うしていった。しかし300年前突如として大きな戦いが起こり、一族はパイを残して滅んだという。東京へ代わりに息子のヤクモが君を人間にしてくれるよ。サンジアンを人間にする詳しいことは香港の妖劇者のアグリという専門家が知っているはずだ。頼む。ちっ、冗談じゃねえ。あんな子来たね。せっかくだもの、商売用メイクしてあげたのよ。私、変じゃないか、ヤクモ。かわいい。あ、いや、その…もう一度繰り返します。ただいま、新宿上空に巨大な鳥が現れました。特兵パイ。待てよ、タクヒってなんだよ。杖の中にいた私の友達。友達？あの子、興奮して自分見失ってる。早く沈めないと危険。ちょっと、勘弁してよ。うっそー。やめて、私がわからないの。嘘だろう。俺死んじまうのかよ。ダメ、死んじゃダメ。パイ、そんなバカな、本当に人間じゃないなんて。
ああ、わかんないけど、ピンピンしたら。ヤクマ。行こう、香港。必ず君を人間にしてあげるよ。はじめまして。私が妖撃者の金庫番リー・リンリンよ。あなた、あの藤井教授の息子さんですって。ふーん、糸目がそっくり。あった、失礼失礼。私はちょっと忙しくて構ってあげられないけど、まあゆっくりしてってね。それにしてもこの忙しい時にアグリったらどこで油売ってるのかしら。Thank you.
ようこそおいでくださいました。主人が行方不明になってからこの家を預かっている妻のホアン・シウンリーです。Thank you.
何でも言うこと聞くから。夏子は関係ないだろう。話せ。いい加減にせんか、妖魔。やっと見つけた、サンジア。うまそうだ。図に乗るなよ。ヤクモよ、ヤクモよ、この地を去るのじゃ。もはやお前には人間の生活などできんのが分かったじゃろ。ここにいると、お前は自分自身、そして周りの人々をこれからも不幸にするじゃろ。この地を離れ、わしのことを探っている輩とやらを探そうではないか。Thank you.
頑張れよ、ヤクモ。早く人間の手を取るよ。ヤクモの友達、いい人たちだね。パイ、大好きだよ。Thank you.
俺はスティーブロの妹。兄貴がさらわれた時、この会社のリンリンとかいうやつが一緒にいたもんで、そしてあんたたちが人間の像のことを話したから。ありがとう。俺はロンメイシ、よろしくな。Thank you.
も一度くらいは聞いたことあるでしょ。臨海とは私のことよ。さあいらっしゃい、可愛がってあげる。Thank you.
いでよ、紅茶を。
まけに妹まで助けてくれて。改めて自己紹介しよう。私はスティーブ・ローン。除霊やお祓いをする霊能者だ。不実にも少々自信がある。よろしく。
お前はベナレス。驚いたな。こんなところでサンジアンの生き残りに出会うとは。人間の像を渡せ。貴様人間にでもなりたいのだ。像を渡せ。そうすれば人間にしてやるぞ。カイアン湾のウーのお前がなぜここにいる。なぜ像を求める。奴は聖地に封じられているはず。古の封印にいつまでも縛られる我が君ではないわ。もはやカイアン湾復活は時間の問題だ。それで像を。人間の像はモロ刃の剣。進化の術ともなれば世界を滅ぼす恐るべき力の源にもなるという。わしは今の世界に十分満足しておる。それを暴力と殺戮に酔いしれるバカ者に絶やされてなるものか。像は渡さんぞ。この命に変えてでも奴の復活は阻止してくれるわ。
パイ、俺、お前のこと。ヤクモ。カイアンワンを倒しに、そして必ず生きて帰ってくるのだ。必ずヤクモのもとへ。アバディーンの方だわ。